ルシアンエール・ルシアンエールは、パリの高等師範学校の図書室の師匠を務めながら、19世紀後半から20世紀前半にかけて活躍した、フランスの社会主義者。ジャン・ジョレスや、シャルル・ペギーをはじめとする多くの高等、師範学校出身の政治家や作家に影響を与えただけでなく、有名なドレフィウス事件の際には、ドレフィウス隊員の再審を勝ち取るために、大きな役割を演じた。 ルシアン・エールとも、アルザス地方のアルトキルクに生まれた、ルシアン・エールは、18歳で高等師範学校に入学した後、1886年に哲学の高等教授資格を取得した。高等師範学校卒業に際して、母校の図書館司書への就職を強く希望した結果、その願いが叶い1888年から、生涯図書館司書のポストに留まることになる。 その職務に対する決意は、並外れた記憶力を駆使して、図書室の主だった書物を全部読破しようとしたとも、言われている。そこでの広範な読書と語学の才能に支えられて、彼は、ドイツやイギリスを含めた、新刊書籍の批評や、いくつかの文学、哲学雑誌の編集を引き受ける。彼の外白な知識や批評眼が進化を発揮するのは、社会主義者として、 ドレフィウス事件に介入した時である。高等師範学校と書室を訪れる多くの生徒や同窓生に対して彼は、その知的権威と独特の説得力でもって社会主義に回収させ、彼らをドレフィス最新派へと結集させる大きな役割を担った。エール自身の社会主義運動への接近は1889年頃からで、ポール・ブルス、ジャン・アルマーヌラが設立した。 社会主義労働者連盟に加入した時点から始まる。ブーランジェ事件等に関するエールの共和西洋語の論評やゼネラルストライキに対する好意的な見方に感銘したアルマーヌが彼に加盟を呼びかけたのである。その後彼は革命的社会主義労働等に参加することになる。ちなみに年長のジョレスをはじめペギー、レオンブルムを社会主義に導いたのは彼である。 ドレフェス事件に際して、ユダヤ人、ドレフェスの有罪を支持するモーリス・バレスに反論する。中で、フランスが1870年の不仏戦争で敗れ、アルザス地方が併合された折に、エールの家族も、また故郷を去らなければならなかったことを引き合いに出して、私自身もまたデラシネなのだと反論する。そして彼は、ペギーをはじめとする若い知識人の結集を図る。シューレル・ケストナー、ジョレス。 エミール・ゾラ、ジョルジュ・クレマンソーラは説得する必要もない、それぞれ最新派の立役者であった。エールはドレフィス釈放の誓願を組織する一方、人権連盟の設立者の一人となり、生涯その支持者であった。1904年、エールはジョレスらと共に日韓神、ユマニテを創刊する。人間、人間性を意味するユマニテの名付け親は彼である。彼は、 社会主義統一派グループの熱心な活動家として、社会主義者の大道団結を訴えていたが、1905年4月のグローブ合同大会で、ついに統一社会党の創設が決議され、ユマニテはその機関紙となった。1920年、トゥール大会でのプルムの演説総合作成に関与するが、この大会で、その設立に大いに預かった、統一社会党は分裂することになり、 ひどく失望した。平和主義者で、ドイツ文化の専門家としてのエールは、第一次世界大戦の勃発に、大いに大いに心を痛めた。戦後、彼は、ドイツ人との知的交流を取り戻すのに努力した。1920年以降、彼は、フランスの図書館に対するドイツ書籍の充実を、話し合う施設として、再度30数年ぶりに、ベルリンを訪れている。 1926年に死去。その後、親友シャルル・アンドレールによる電気が刊行され、フランスの現代史において謎めいた人物として扱われてきたエールに対する再評価のきっかけとなった。ありがとうございます。